まあ、もう外は暗くなってしまいましたね。ええ、ずいぶんと長居してしまったな。そろそろおいとましなければ。兄上、失礼します。仕事についてちょっとお聞きしたいことが。で、姫様がお越しだったのですか。姫様、こんばんは。こんばんは。お前たち、兄の部屋とはいえ返事を待たずに入ってきてはダメだろう。申し訳ありません、兄上。こんな夜更けですから、てっきりお一人だと思って。まさか姫様とご一緒だったとは。ええ、こんな夜更けだというのに、まさかお二人きりでいらしたとは。なんだその含みのある言い方は。いえ、何でも。姫様がいらっしゃるなら、質問は明日にさせていただきます。どうぞお二人で良き夜の時間をお過ごしください。乱丸兄上、頑張ってください。お前たち何を。俺と姫様はそういう親しい間柄ではないぞ。あいつらこちらの話も聞かずに好き勝手言って。弟たちが乱丸をからかって。でも少し楽しそうだったな。せっかくだし私も少しやってみようか。乱丸は私と親しくないというのですね。え、確かに私と七助が同一人物だと理解はしてくれたようですが、内心ではやはり七助の方が良かったということなのでしょうね。姫様、一体何をおっしゃって。そんなことはありませんよ。ですが私のことは教授にも誘ってくださいません。そこから考えてもやはり教授になど、あなたを誘えるわけがないじゃありませんか。ですが、そうではなくて。さすがにからかいすぎただろうか。そろそろ手首をつかまれた。姫様、誤解を招いたならすみません。俺は決してあなたよりも七助の方が接しやすいなんてことはなく、ちゃんとあなた自身を魅力的だと思っていますよ。やはりからかいすぎてしまったみたいだ。乱丸、ごめんなさい。実はあなたをからかっていたのです。からかった。あなたがそんなことをなさるとは。先ほどの三人の様子を見ていて楽しそうだと思ってしまって、つい。そうでしたか。まあ、あなたが落ち込んでいらっしゃらないなら別にいいですが。それより乱丸、そろそろ手を離していただいても。失礼しました。いえ、お互い様ということで忘れましょうか。そうしていただけると助かります。今非常に恥ずかしいので。ええ、私も恥ずかしかったけれど、少しだけ信長様や秀吉殿のお気持ちが分かった気がする。こんにちは、乱丸。姫様、ちょうど良いところに。ちょうど良いとは。実は折り入ってあなたにお願いがありまして、お尋ねしようかと思っていたんです。お願いですか。乱丸が私に頼み事なんて珍しいな。わかりました、何でもおっしゃってください。ありがとうございます。ではカエルの姿になっていただけますか。え、カエルに。
私は構いませんが、蘭丸は大丈夫なのですか？ねえ、物のふたるもの、このような苦手などあってはならぬと思い直しまして、逃げるのではなく立ち向かうことに決めたのです。そうですか、すごい気合だ。でも蘭丸の決意が固いなら私も協力したい。ではすぐに変化をしますのでお待ちください。いかがでしょう？固まってしまったけれど少し近づいてみようか。さすがに近づくのは無理か。では何か別のことをしてみよう。誘惑してみるのはどうだろう。もしかしたら警戒を解いてくれるかもしれない。急にお腹を見せて、どうされたんですか？もしやこちらに敵意はないと降伏の姿勢を取ってくださっている。ここまでしてもらっているというのに。なんだか変に悩ませてしまった。失敗だな。では他に何かいい仕草はないだろうか。変わった姿勢をとってみるとか。けれどカエルで変わった姿といっても、腹筋運動でもしてみる。ダメだ、あまりうまくいかない。次は。なぜでしょう。懸命な姿を見ていたら次第に。え？カエルではなくあなたに見えてきてしまいました。これでは克服とはなりませんね。蘭丸、でもこの姿を見てひるまなくなったみたいだ。一歩前進かも。城内を少し見回って屋敷に戻るつもりが、すっかり遅くなってしまったな。あれ？向こうから歩いてくるのは。蘭丸？姫様、ちょうどよかった。今からあなたに会いに行こうと思っていたのです。今からですか？もう良い時分だけれど。ええ、あなたさえよければ今から共に鍛錬をしませんか？この時間ならば人目もあまりありませんし、本当の姿のあなたと鍛錬できるかと。本当の姿の？くのいち姿で蘭丸と鍛錬できる機会などそうそうない。誘いを受けよう。ではお言葉に甘えてもいいでしょうか？色良い返事がもらえてよかった。では参りましょうか。あ、待ってください。蘭丸、このまま行ってしまっては屋敷の女房さん方が心配しますので。それは確かにそうですね。では一度二の丸邸にご挨拶に行きましょう。え、それではなんだか。姫様、どうかなさいましたか？いえ、そのようなことをしては誤解されてしまいますので。誤解ですか？いえ、何と言いますか、まるでそんな。珍しく歯切れが悪いですね。はっきりおっしゃってください。ではその蘭丸が私を王政に誘いに来たように見えるのではと。王政に？なぜ。あ、俺は決してそんなつもりでは。失礼しました。いえ、良いのです。ですから待ち合わせをしましょう。鍛錬はどこでする予定ですか？城下の東の森が良いのではと思っておりました。
かりました。では一度戻った後にくの一姿で伺います。ええ、わかりました。俺は先に行ってお待ちしています。では私も二の丸邸に戻ろう。さて、蘭丸はどのあたりにいるだろうか。ホタル殿、こちらです。蘭丸、お待たせしました。どうかしましたか。あ、すみません。不思議ですね。その姿でお会いしたのは数えるほどなのに、打ち掛けを送ったからでしょうか。最近ではそちらの姿の方があなたらしい気がします。蘭丸はくの一の私のことも思ってくれる。桔梗姫としてではなくて、今までになかったことだからか、なんだかやけに嬉しい。ありがとうございます。そう言ってくれるのは蘭丸くらいです。俺は思ったことを言っただけですよ。ええ、そうですね。なんだかおかしな空気になってしまいましたね。こうしてはいられません。鍛錬を始めましょうか。そうですね、本来の目的を果たしましょう。ええ、これから先も信長様や安土の平和を守っていくため、まだまだ精進せねば。ん？これから先も信長様や安土を守る？どうかなさったのですか？あの、以前ボンマルに聞いたのですが、蘭丸は信長様に城をいただいているのですよね。そうか、あなたはご存知だったのですね。俺がいただいているのは美濃の金山。もともとは父の所領だった土地です。では蘭丸は将来そちらの城主になるのではないのですか？いえ、先日の凶王の後、信長様は俺に城主をはじめいろいろな道を示してくださいましたが、正直俺にはその良さがよくわかりませんでした。よくわからない？俺の夢は昔からただ一つ、信長様の天下をおそばでお支えすることだけです。それは良い夢だと思いますが、蘭丸は幼少の頃から信長様にお仕えしているという話だったけれど、それに慣れてしまったせいで、もしかしてその選択肢以外考えようとしていないのでは。しかしお尋ね者を捕らえるなんて、さすがは蘭丸。ああ、大したやつだ。信長様が蘭丸に目をかけられるのも納得だな。盗人がお前の鬼神のごとき強さにおののいておったと聞く。さすがは蘭丸、これからも期待しておるぞ。武芸の筋もよく、信長様の覚えもめでたいからな。将来立派な武将になるだろうよ。蘭も随分成長したものだ。まだ未熟なところがあるが、あやつは将来良き城主になるだろう。蘭丸にはみんな期待しているし、向上心のある彼には可能性だって大いにあるはず。彼が望むだけできっと良い城主になれるはずなのに。蛍殿。蘭丸の将来に私が口を出す権利はないけれど、意見を言うくらいは許されるだろうか。友として思ったことはきちんと伝えたい。蘭丸、鍛錬の前に少し良いですか？うん、あ、はい、何でしょうか。先ほど蘭丸は城主ではなく信長様への献身の道を選ぶと言っていましたね。私も蘭丸と共に
また安土を守っていけると思うと嬉しくもあります。ですが三丸にはまだ未来への可能性が広がっているのに、なぜ小さくまとまろうとするのです？小さくまとまってなどいません。俺にとって安土での任が何よりも大切なだけです。乱丸、この話はここで終わりにしましょう。いい加減鍛錬を始めませんか。乱丸、話を終わらせようとしている？将来のことはもう乱丸の中では決まってしまったことなんだろうか。でも乱丸ならもっと上を目指せるのに。どうなさったのです？あなたが来ないなら俺の方から仕掛けますよ。乱丸、私が勝ったら話を続けてもいいですか？それならば予定通り鍛錬をしましょう。いいでしょう。その言葉お忘れなく。まだまだ、私の腕では少しでも間を置けば乱丸にすぐ盛り返されてしまう。ここは間髪入れずに畳みかける。ホタルト、何やら今日は気迫がみなぎって、本気で打ち返さないと一本取られるか。はっ、あの華奢な体を力任せに切りつけるなど躊躇している場合ですか？スケアリ、よし、勝った。勢いがつきすぎて体勢が、うわっ、乱丸、どこか打っていないですか？まさか返事ができないほど具合が悪いの？乱丸、しっかりしてください。よかった、話はできるみたい。あの、どこかぶつけたり？いえ、それは大丈夫です。あなたに怪我がなければよかったですし。ですから乱丸、早く解いてください。え、あ、失礼しました。いえ、俺こそ倒れてきたあなたをかばうつもりが。乱丸、ごめんなさい。ごめんなさい。でもどうしてもあなたに勝って話をしたかったのです。話？そうでしたね。俺の将来のことでしたか？お願いです、乱丸、未来の話もう一度きちんと考えてみてください。みんな乱丸の将来を期待しています。誰かの側近にとどまらず自らが主となる、もののふとして独り立ちできる方ならその方が未来も開けるに決まっています。信長様だって乱丸自身に大きな夢を抱いてほしいからこそ城を応対になって。いいのです、俺は俺の夢など持たずとも、今は信長様のお役に立つことだけを考え任に専念していたいのですから。乱丸、乱丸の言うことはわかりますよ。少し前の私だってそう思っていました。忍びは任に従事するだけ、夢など不要だと。ですがそれでは乱丸は自分で自分の可能性を消してしまっているだけではないですか？そんなことは。私は城主として領地や領民を治めている
立派な武将になった蘭丸を見てみたい。そしてあなたにはそれを叶える力があると思います。なぜあなたにそんなことが言えるのです。あなたを近くで見てきた友だからです。私は蘭丸を尊敬しています。その志のまっすぐさも、強さも、思いやり深さも、あなたならば良い城主に必ずなれます。ボタル殿、失礼しても良いでしょうか。今はまだ分かりかねています。故障として勤めることしか俺は考えてこなかった。あなたのおっしゃることが俺には。すみません、今宵はこれで失礼を。蘭丸、待って。つい熱くなってしまった。どうしても今蘭丸に言っておきたくて。